アルトゥール・ボルツは、ポーランド出身のサッカー選手。ポーランドエクストラクラサのレギア・ワルシャワ所属。ポジションは GK。元ポーランド代表。イェジード・デクからポジションをダッシュしたポーランド代表の守護神。一見派手なスーパーセーブこそ少ないが、的確な判断とミスの少ない安定したプレーが、特徴の堅実な選手で、素早く正確なスローによるフィードも、特徴の一つである。 2006FIFA ワールドカップにおいては、トマシク主着、ウカシュ・ファビアンスキとポジションを争い、全試合にフル出場した。セルティック FC 在籍時の2006年11月21日に行われた UEFA チャンピオンズリーグ、マンチェスター・ユナイテッド FC 戦では、中村俊介がフリーキックを決め、1点リードの試合終了間際の PK の場面で、 ルイ・サハのキックを見事にストップし、中村と共にチームの勝利に貢献。セルティックの現行のチャンピオンズリーグとなってからの初の決勝トーナメント進出に導いた。決勝トーナメントにおいても1回戦、AC ミラン戦で敵の怒涛の攻撃を2試合合計、1失点に抑えた。2006から07シーズンのスコットランドピエフェ年間、最優秀選手賞にノミネート。 年間最優秀選手を獲得した中村俊介と共に攻守のようとして活躍した。2008年1月6日、セルティックと2011年までの契約を結んだ。同年の欧州選手権で全試合フル出場を果たすが、8月20日のウクライナ代表との親善試合の後、ポーランド代表のレオベインハッカー監督がポーランド代表のメンバーとしての自覚にかけた。 軽率な行動を取ったという理由で、ダリウ・シュルドかラドスラフ・マイエフスキとともに無期限の追放処分を受けていたが、最終的には、ワールドカップ、欧州予選の最初の2試合は出場停止になることになった。2010年7月12日に、イタリアのフィオレンティーナに移籍することが発表された。フィオレンティーナでは当初、長年政治意見を務めてきたセバスティアン・フレイの、 控えとして位置づけられていたが、フレイがシーズンを棒に振る、大怪我を負ったために代役としてを務めることとなり、持ち前の鋭い反応で、フレイの穴を感じさせないプレーを披露。フレイが復帰した後もポジションを譲らず、最終的には26試合に出場した。シーズン終了後、フレイはジェノア CFC に移籍することになり、2011から12シーズンは、 フレイの背番号1を継承。不動のレギュラーとして36試合に出場した。2011から12シーズン終了後、フィオレンティーナとの契約が満了して無所属になっていたが、2012年9月22日にイングランドのサウスアンプトン FC とシーズン終了までの契約を結んだ。10月20日のウエストハムユナイテッド戦でプレミアデビューを飾ったが、 一からんで大敗した。その後は、控えとして過ごしたが、なかなか政治系は定まらず年明けになると定位置を確保。最後尾から講師を見せた。2014から15シーズンは、新加入のフレイザー・フォースターに政治系の座を譲り、控えとなっていたため、フットボールリーグチャンピオンシップ所属の AFC、ボーンマスに2015年1月まで、 レンタル移籍することとなった。その後、レンタル期間をシーズン終了まで延長し、AFC ボーマスのリーグ優勝及びプレミアシップ昇格に貢献した。同シーズン終了後にサウサンプトンから AFC ボーマスに完全移籍した。2020年8月1日フルスであるレギアワルシャワへの復帰が発表され背番号は1に決まった。同日ポーランドメディアでは、 王の期間と称し、SNS 上で大変な騒ぎとなった。2017年3月1日、ポーランド代表の引退を表明した。2016年6月12日現在。ありがとうございます。